皆さん、こんにちは。小池百合子東京都知事のカイロ大を卒業したかをめぐる疑惑が大きな話題となっている。月刊文藝春秋5月号、文藝春秋デジタルでは4月9日掲載は、私は学歴詐称工作に加担してしまった。小池百合子都知事元側近の爆弾告発と題して、小池知事の元側近であり、元都民ファーストの会事務総長で弁護士の小島敏郎氏の告発を掲載している。記事は、小池氏がカイロ大を卒業しているという言葉を信じた小島氏が、卒業証書をメディアに公開したものの、学歴詐称疑惑報道が止まらないことに困っていた小池知事のために、カイロ大から声明文を出してもらってはと助言したことを明らかにしている。そこで声明文案を作る際に中心的な役割を果たしたのが、小島氏が小池さんのブレーンの一人、私とも旧知の間柄とする匿名の元ジャーナリスト A だ。まず、この小島氏の告発には明確に事実と違う部分がある。その際、 A 氏はこんな話も荒木さん、都民ファーストの海知選代表の荒木千春氏から聞いています。小池知事の特別秘書の夫に元新聞記者の方がいます。声明文が出る前、彼は小池さんの密命を受け、コロナ禍の中カイロまで行ったというのです。何か工作でもしようと思ったのでしょうか。しかし、特段の成果もなく帰国。それで最終的に私や A 氏にお鉢が回ってきたわけですが、荒木さんは何をしに行ったんだか、と呆れた感じで言ったそうです。これは完全に嘘の話である。匿名の元ジャーナリスト A がまた聞きで聞いてきた話を本人と特定できる形で書いてある。元新聞記者は知り合いなので、この記事を読んだ後に電話をして事実確認をしたのだが、そもそも元新聞記者はこれまで一度もエジプト、カイロに行ったこともなければ、コロナ禍で海外へ行くこともなかったと筆者に証言している。さらには、月刊文藝春秋に告発記事が掲載された後に、週刊文春の記者から電話がかかってきたので、そのことを伝えてあるという。週刊文春の記者は、事実確認をして間違っていることが明らかになった後で、記事を消す処置を取らないのだろうか。知事の元側近で、元都民ファーストの会事務総長の小島敏郎氏が文藝春秋5月号で、私は学歴詐称工作に加担してしまったと告白する手記を発表した。4月17日には外国特派員協会で記者会見も開いている。小池氏の立候補が予想される都知事選を睨んでのことだろう。小池百合子は日本の政治家、東京都知事第 20.21 代、都民ファーストの会特別顧問、アラビア語通訳者、ニュースキャスターを経て1992年に政界へ転身した。テレビ東京ワールドビジネスサテライトキャスター、小池百合子名義、参議院議員1個、衆議院議員8期、総務政務次官、経済企画総括政務次官、環境大臣、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策担当、防衛大臣、自由民主党広報本部長、自由民主党総務会長、自由民主党国際人材議員連盟会長、都民ファーストの会代表、希望の党代表を歴任した。小島氏が告発したのは、2020年6月9日に駐日エジプト大使館の Facebook で公開されたカイロ大学の声明に関する経緯だ。カイロ大学卒業は虚偽だと書かれた女帝小池百合子著石井妙子がベストセラーになり、2度目の都知事選に暗雲が垂れ込めていた小池氏は、何度も卒業証書や卒業証明書を公開したと主張したが、その証書や証明書にも疑いが生じ、都議会で厳しい追及を受けていた。その批判や追及を封じるために小池氏がカイロ大学学長に働きかけて卒業を証明するという声明を出させたというのが小島氏の告発の内容だ。一瞬顔を上げ、ぎょっとした表情でぐっと顎を引いたが、
4月12日に行われた都知事の定例記者会見では、告発を受けて記者らがこの疑惑について質問を行った。質疑応答の冒頭、東京新聞の記者がこの問題について質問を行った。手元の書面に目を落としたまま素っ気ない様子で質問を聞いていた小池氏だが、カイロ大学が自発的に声明文を作成したことはほぼありえない。知事が声明文を自ら作成し疑惑を隠蔽しようとしたと、疑惑を隠蔽という記者の言葉に一瞬顔を上げ、ぎょっとした表情でぐっと顎を引いたが、すぐに反応を押し殺した。卒業の事実をどう証明するかについては、そもそもが大前提が違うわけですと余裕の表情を見せ、どうやって証明するのか、誰が証明するのかと記者に質問で切り返し、回答はしなかった。続く記者が、小島氏がカイロ大学に声明を出してもらってはどうかと提案をした3日後に実際に声明文が出されたことを指摘すると、小池都知事は声を出して笑い、そもそも私自身の卒業というファクトがあると記者に語りかけるように答えた。しかし知事サイドから働きかけたことはあるかと問われると、落としていた視線を上げてやや首をかしげ一泊感を置く。この質問が小池氏にとってネガティブなものだったのだろう。それでも声明は大学当局の意思の下で発出されていると落ち着いて回答した。小島氏に相談した事実があるかという質問にはムスッとした表情を見せ、困っているという相談ではなくと念を押すように語尾を強めた上で、皆さんが疑念を作られてそれに対して対応すべきだというふうに思っておりましたと遠回しに相談の事実は認めた。だが小島氏からカイロ大学に声明文を出すように頼んだ方がいいのではという話があったのかと聞かれると、口調が冷たく突き放すように一変し、うなずきながら、あまり鮮明に覚えていませんねと述べた。まっすぐに答えなかった不都合な質問その後も、自らが関わったのかという質問にはまっすぐに答えず、はぐらかすような回答が続いた。依頼した事実があるかどうかという問いには、あるないの二択で答えられるはずだが、何を証明してもらうかという話であるならばとポイントをずらして、鋭い視線で口元をしっかり結びながら頬を上げ、作り笑いをしてみせた。学歴疑惑について多くの人に相談を行い、様々な意見をもらっていたと明かしたが、小池都知事自身がカイロ大に対応を依頼することはあったかという質問には、あったとも、なかったとも答えず、卒業を証明するのはカイロ大の領分だと繰り返し、口元を絵の字に結んだ。7日後の19日の会見でも、カイロ大学の声明文について小島氏から発案はあったのか、発出をカイロ大側に依頼したかと問われたが、小池都知事は前回以上にそっけなく、少々面倒くさそうな様子で前回と同じ説明を繰り返した。うつむいたままいかにも不機嫌そうに話す都知事卒業証書や卒業証明書については、うつむいたままいかにも不機嫌そうに話すが、カイロ大学卒業生として記念講演をしたという思い出話は楽しきに話す。声明文については、私自身が感知しているものではありませんと顔を伏せ、視線を上げずに言い切った。だが記者が知事自身が発出を依頼した事実はないという理解でいいかと確認すると、急に瞬きが多くなり、基本的にこれ学歴疑惑は何度も起こっていることと述べ、エジプト大使館が対応されるのは当然だと自分の見解を述べた。だがいくら繰り返し騒動になっているとはいえ、一国の大使館がこのような対応をするものだろうか。そしてそれを当然と言ってしまえるだけの関係が小池氏と大使館にあったのだろうか。この日の最後、小島氏の告発に対処するのかという質問に、小池都知事は対処方法は考えていくと書面に目を落としたまま答えた。大した問題ではないと印象付けているようにも見える。続けて、問題の本質は極めてシンプルですと顔を上げた。カイロ大が卒業を決めた権限があるのはカイロ大しかない
と淡々と述べながら語尾を強調した。カイロ大が卒業を決めたと小池都知事は述べたが、この言い方はあまり聞かない表現だ。だが彼女は違和感なくさらりとそれを口にした。卒業を認める権限は大学にあり、その大学が卒業を証明するという声明を発表した以上、他の人には何も言う権限がないということだろう。自分が卒業したかどうかの確認はメディア各社がカイロ大にやっていると、書面を片付けながら答えて会見を終えた。繰り返される質問にうんざりした表情が印象的だったが、都民としても何度も再燃する疑惑に早く決着をつけてほしいのが正直な気持ちだろう。まずは生息アラビア語で質疑応答に臨み、カイロ大学首席卒業というその語学力を披露することから始めてはどうだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。